こんにちは、小林幸子です。始まりました。小林幸子は YouTube ママ。幸子さん、はい、ここどこだかわかりますか？わかりますよ。ここ、ショールーム。車のメーカー、幸子さんの、ショールームでございます。そうなんですよ。いや、すごいんですよね。幸子さん、この間、はい、お話ししてる中で、今ミニクーパー持ってらっしゃいますけど、あれ今何年ですか？でもね、走行距離はものすごいですから、本当に町内行くとか、自転車乗れないし、私で、すごく重宝してるんですけど、18年経ってそろそろ買い替えたいなって話をしたんですよね。おっしゃいましたね、はい、なので今日、こちらの鈴木さんのお店の方で、はい、幸子さんに車を買っていただこうと。買う？はい。もう決まってんの？ちょっと待ってください。買わないんですか？いや、どうしよう、わからない。だって見ないことにはだってわからないですけど。なので今日は、はい、鈴木さんのご近所の軽自動車が大変素晴らしい。なので今日は幸子さんに軽自動車の素晴らしさを体験していただいて、はい、ぜひ購入する車を決めていただければ。わかりました。それでですね、そうなんですよ。それでね、なし私ほらよくわからないんですよ。私のもう本当に助っ人と言いますか、もうリスペクト大好きな素晴らしいアーティストです。この方をご紹介したいと思います。松岡充さんです。白と黒と真っ白、イエーイ、イエーイ、来ちゃいました。ありがとうございます。ごめんね。どうもありがとうございます。一番いや、本当に出てもらいたかったんだけど、ライブの時に一層がちょっと、はい、ありがとうございます。まあ、動画撮ってくれたらすっごい嬉しいです。イエーイ。それで、はい、あの、私ご存知の今、はい、自転車撮れないじゃん。車のこともわからないじゃない。そうですね、運転はできるんだけど本当にわからない。お好きなんですけどね。好きなんですね。車は本当に、古い車は皆さん本当に消火器積んでください。本当に消火器積んでください。本当に古い車はどんなにメンテしてても消火器積むように。なんかあったんですか？なんかね、つい先日燃えちゃってびっくりしました。本当人にご迷惑をかけなくてよかったもん。いや本当に私すっごい心配したもん。もうそうなんですよ。だからもうやっぱ燃えない車買おうと。いや燃えない。普通はもう燃えたくないですよね。燃えたくないです。もうおかしいですよ。もう最高に楽しい、紹介を皆さんにねしていただけたらと思います。じゃあちょっと出ましょうかね。はい。ここね、まずこれすごいですよね。すごいですね。こんなのも全部これ車についてんすよ。ちゃんとここに設置できるようになってるんです。今のこの技術はワゴン R。 ワゴン R、 はい、有名ですよね。あ、そうなんだ。今日はこんなアウトドアで使える軽自動車を鈴木さんにお願いして、はい、主力の軽自動車を用意していただきました。今日、この店ごと買ってもいいんですか？やっちゃった。よっしゃ、なんかそうです、うん、じゃあ、佐々木さん、早速、今回松岡さんの主力の鈴木さんの軽自動車、まず1台目見てみましょう。1台目行きましょう。お願いします。というわけで早速1台目紹介していただきたいと思います。はい、店長、やっぱ詳しい人にね教えてもらわないと。店長の富山さん、はい、私たちトミーって呼ぶ。トミー、トミーで呼びたいと思います。トミーです。どうぞよろしくお願いします。 TT 店長トミー TT。 本日はこの度はお乗り換えご検討いただきましてありがとうございます。ですこちら今人気のライフロアタイプのハイト系ワゴンなんですけども、広いですね。あれ、はい、広いの。OK 出ました。もう1台出ました。で両方スライドなんですね。迷わず後ろに行ってますけど、幸子さん、どっちかというと運転席じゃないですか。あ、私ね、あ、そうかもしれない。中もですね、高さが130センチほどありまして、小学生ぐらいのお子様でしたら、なんか立てるぐらいの高さがございます。あ、そうございます。そう、これそうなんだよね。窮屈な感じが全くない。全くない。こういうのもほら、ほら、ほら、ほんとだ。これもうね、高級車にしか付いてないやつですよ。またこちらパーソナルテーブルというものが付いておりまして、今ね、見たんです。ありがとうございます。まあ、お飲み物ですとか、ちょっと軽食を置いていただくこともできます。こういうのがね、便利なんですよ。後付けだとね。そうそう、なんかね、ガチャガチャしてる。うん、かっこいいわ。クッション性もなんか、本当だいいですよね。ちょっと、小杉さん、前。私ね、どうぞ。はい、これでかっ。おらー、ナビ、あ、でも9インチのナビゲーションになってますので。え、私ね、はい、ナビ使うの。
やべえな。あとこういった空間の広いお車ですとエアコンが効きにくいんですけども、こちら上にサーキュレーターがついておりまして、後ろの席まで効率よく空気を送ることができます。でまた冬場なんかはですね、シートヒーターも運転席として1つついておりまして、マジで、今までやば、そうエアコンよりも頭の早いので、シートヒーター、いやいや、今松岡さんが座っていらっしゃるシートの下も開きますので、シート下、はい、そうなんです。こちらですね、紐を引っ張っていただきますと、こういう、本当だすごい、取り外すこともできますので、まあ、いったね、はい、じゃあなんかこう、はい、ここに、はい、そう、ラーメンとかね、マジですよ、こぼれる、おかしいでしょ、ラーメンこぼれます、こぼれますね、はい、いや、でもすごいですね、なるほどね、そっか、はい、日本が誇る K、鈴木の K です、いや、K ってこんなにすごいんだ、ナビ、うん、でかくて綺麗、何こちら全方位カメラってついておりまして、全方位カメラ、はい、カメラがですね、前とミラーの下と後ろについておりまして、その画像をくっつけてこう全体が見れるように今映し出してるんですよ。やばー、はい、やばー、見て、ちょっともう一回閉めます、すいません、そうするとしっかりと映りますので、全体像、嘘な、え、なんで、やば、低いものを見落としがちなものも、ね、これで発見できます、やば、これはちょっとすごいかも、本当にすごいかも、この音とかもドアの全然薄い感じしないんですよ、ちょっと剛性が高い感じが、高い感じがしますね、ほんでハイブリッドなんですか、これハイブリッドなんですよ、軽自動車ってだってエンジンがちっちゃいから燃費がいいじゃないですか、はい、さらにそれがハイブリッドになってる、そうですね、こちらですね、あのこちらに書いてあるスズキコネクトというものが対応しておりまして、はいはい、365日24時間ですね、オペレーターとつながれるというサービスがついております、待った時に安心です、そうですね、じゃあ私なんかあった時はトミーにつなぐの、あ、私ではないんですけど、専用のオペレーションがございまして、ありがとうございます、こちらが携帯電話と登録していただきますと、お車の情報を見ることができます、そうなんです、携帯のアプリがあって、あ、はいはい、自分の携帯でこの自分の車の状態が見れるんです、はい、本当、残りのガソリンがどれぐらいですとか、はい、これで、そうなんです、あとそのガソリンで大体どれぐらい走れるかとかですね、航続可能距離っていうものが、マジで見ることもできます、やばくない、またこちらですね、あのこう夏場とか先にお車冷やしておきたいっていう時ですね、そう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 、はい、これはやばいわ、まず1台目からなかなかの、もう大きさ本当に出してきましたけど、これはね、やばい、マジね、アイボリーっていうお色ですね、こちら女性にすごく人気があります、アイボリーと白だと可愛いですよね、はい、あ、本当に、リッターどれぐらい走るんですか、これですね、21.2 ですね、やば、はい、普通はだいたいどれくらい、まあ、あの前回燃えた車は廃屋で3いかないです、廃屋です、ちょっと走るだけでも、もうそう、ガソリンがポタポタ落ちない危ない危ない危ない、危ない、危ない、ダメダメダメ、だから燃えちゃったの、ほんと消火器いるよいるよ、買っちゃえばいいんじゃないですか、あ、まあ、色がね、ちょっと見てみたい、色がね、まあ、色が見てみたい、じゃあ他はあるんですか、なんかもしかしたら違う形が、ちょっと 見たいですね、はい、この良さは十分わかりました、わかりました、ご案内いたします、かわいい、かわいい、全然乗れますよ、松子さん何されてるんですか、いやいや、この荷室の広さはねちょっと確かめ、全然乗れますよ、さあ松子さん、はい、続いてはハスラーでございます、これですか、はい、車高も少し高くなっております、はいはいはい、18センチあるんですけども、ちょっとした砂利道とか走っていただいても下も擦らないので、まあ、遊べる系というあ、遊べる系、はい、この車がきっかけで K にちょっと興味を持ち出したんです、あ、本当に、はい、で嬉しいわ、シートヒーターもついておりまして、ついてて、はい、はい、あとアダプティブクルーズコントロール、全車色追従機能付きってものがついております、すいません、何ですかそれごめんなさい、何にしなくても、要はあのワンペダルドライブできるってことですか、はい、そうです、うわ、踏んでいなくても設定した速度でもう走ってくれるっていう、ということはこういう状態で、足こういう状態で一応手はかけるんですけど、前に車がある限りは、うん、その車の速度に合わせてある程度一定区間も車間距離を取ったまま行くので、もし万が一前が止まったらこの子も止まる、あら、本当に、はい、そうです、ある意味、松岡さん、あの車屋の方ですかいや、僕はもうありとあらゆる車をねえ、これすごいですよ、でこれも CD 使って、はい、ナビは一緒、は
はい、先ほどのやつ、はい、でもなんかちょっとポップなんですね、この辺がね。そうですね、これなんですか、はい、あー、こちらにも、はい、小物を入れていただいたりとか。いやもうね、さっき、さしこさんね、絶対このね、ボックスがいるんですよ。サングラスいっぱい入れなきゃいけないんで。そうそうそう、後ろもちょっと広さ確認しますか。そうですね、はい、ワミラス、どうも。あー、広い。これもうお弁当食べれる。本当だ、お弁当食べれるの。ちょっとこう鏡置いて化粧直しもできる。大人2人が乗っても広そうですね。全然、ね、全然窮屈じゃない。あじゃあおやすみなさい。やっぱり鈴木といえばジムニーというね、名車があるんです。松本さん、今何とおっしゃいました？ジムニー、鈴木さんに、はい、ジムニーお用意いただきます。えあ、見たい見たい見たい。本当？松本さん、はい、続いてはジムニーでございます。ジムニー、これがジムニー。これです。これでジムニー行く。ジムニー。それ悪いじゃん。無骨な感じでタイヤも太くて、これ軽なんですか？軽自動車です。よしよし、どんな道でも走れる、足の走行ができる軽自動車です。すごいですね。バッコプロモーションの大の車好きな方いらっしゃいますか？やま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 。ありがとうございます。日本が一番誇れる車、どこでも走れるんです。地の果てまでも走れる、ね、そうなんです。熱がすごいね。ちょっと 中見ません、ね、はい、これもなんかハンドルの質感も、はい、いい高級車。本川巻きのハンドルでございます、わ、はい、本川、はい、でも今すごいな、もうターボで660で、やっぱこれってやっぱりどこの車だね。でも最近のね、女の人たちやっぱり四角い車がやっぱり可愛い可愛いって言われてるんで、すごい女の人でも人気です。女子が乗ってたらめっちゃかっこいいと思う。あ、そうなの？かっこ可愛いですよ。かっこ可愛い。後ろも一応、後ろもね。あ、ちょっと待って、よろしければ。はい、山乗って。もう全然圧迫感なしですね。さつこさん、どうですか？はい、あんまり悪路の道通ることあんまないんでね。あれ車中泊できるってことですよね、これぐらいだったら。ほら、あ、すごい。いやー、ジムニー素晴らしい。ちなみに大変人気だとか。そうなんです。ちょっと1年半ほどお待ちいただくかもしれません。1年半は待てんな。お待ちいただくかもしれません。そんなに人気なんや。すごいね、あ、かわいい。さつこさん、かわいい車がお好きということで、はい、鈴木さんからラパンをご用意いただきました。ラパン、あるな。かわいい。あ、かわいい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 。え、かわいい。すっごいかわいい。いい感じ。おお。え、かわいいじゃん。あ、ちょっとね、一番上がってる今。あと女性に優しい機能で、ガラスも360度 UV カットと IR カットガラスにもなっておりますので。はい、IR、 はい、あの暑さ、あ、赤外線ですね。暑さを感じにくくするガラスとなっております。あ、 IR、 これ IR、 これだってもう、はい、新しいお家のフローリングみたいな。ね、なんかね、これ怖いな。あ、広い広い。あ、広い。天井高い。軽自動車に思えない。今の軽やべえな。でもさつこさん一番テンション上がった人なんですね。いや、可愛いから。さつこさん、今いろいろと見ていただきましたが、はい、肝心の試乗をしていないんだと。なのでですね、鈴木さんから一押しの最初に見ていただいたスペーシアをさつこさん運転していただこうかと。私が、はい、いやいやいや、松岡君にお願いします。いやいやいや、さつこさんにやっぱり運転していただかないと。私が運転するんだよ。じゃあ早速。はい。やだ、松岡君が撮ってくれ。はい、行ってきます。行ってきます。あ、軽い。あら、楽だわ。あら、うわスムーズでしたよ、すごい軽い。すっごくよく見える。運転お上手ですね。ねえ、はい、スムーズ。スムーズですね。なんかね、軽い、とっても軽い。ハンドル軽いですよ。すっごい軽い。いや、これよくできてるわ。よくできてる。あ、ここから空気が入って、なるほど、で、こうやって鉱石に出るんですよ。はい、おお、はい、いいですね。あ、行きなさい。行きなさい。いや、そうですね。無事停車。すごいよ、前の車がもう出てますから、はい、行ってくださいって、ピッピッと音がする。ね、ね、今
賢いの。賢い、ね、教えてもらっちゃった。ハンドル軽い。いや、幸子さん、どれが一番気になりました？いや、みんな素敵だったけど、うん、あの形的にはあのあルパンじゃない。ラパン盗んじゃった、今盗んじゃった。いろんなもの盗んじゃった。ラパンね、かわいらしい。で、ちょっとトミーに来てもらいましょう。トミーすみません、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。で、ちょっと総まとめなんですけど、はいはい、ラパンと、僕はスペーシア、はいはい、で部長が、はい、まあ、ジムニーを一応、買います。はい、私のことやってて、ね、自分の、はい、今3台なので、あ、いくら分けてもらいます。マットであったりとか、はい、ナビをつけても、はい、まあ、はい、あの部長のやつは、はい、何もつけなくていいです。よろしいんですか？だからこっちに2台にナビつけていただいて、そしてこれ歯止めが効かないと思いますので、まあ、でも佐藤さん、はい、あの本当に今日気になる車は、ですから、そのルパンでした。また盗んじゃった。また盗んじゃった。藤子乗っちゃった。いや、だからちょっと考えます、どっちにしても、ね、うん、じゃあちょっと考えましょうか。考えましょうか、はい、そうですね。今日買いたかったですけど、あれ買っちゃった。はい、またお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。でも本当に鈴木の経営がすごいってことを、あ、それはよくわかりました。わかりました。本当にありがとうございます、うん、というわけでいかがだったでしょうか。本当に今の経営がすごく素晴らしいということを松岡君からもいろいろ熱く語っていただきました。これで終わりじゃなくてね、あのもう一本、ちょっと行きたいところがある。あ、マジですか？行きたい行きたい。お願いします。せっかく松岡君ゲットしたから出てもらわないと。本当に次のお店では、はい、松岡さんの武道館ライブに向けて意気込みとかもいろいろ、はい、聞きたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあコメントお願いします。そして登録お願いします。じゃあね、ありがとう。あの、せっかくなんでターボを試乗させていただこうかな。行ってらっしゃい。行ってまいります。よろしくお願いします。やばいっすね、これ。これはちょっと買っちゃうかもな。マジでいいです。